こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。今日も世界中のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、ハトクマチャンネルまだ登録されていない方いましたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、まあ今日はね、いろんな話をしていこうかなと思うんですが、まずはカネキンさんから。カネキンさんね、最近自身の体をアップデートされてまして、約90キロということで非常にでかくなってると。でかつこのコンディションですよね。腹筋はまあバキバキではないにしろ普通に割れてるし、調整に入ったとしてもそんなに時間かからずに大会コンディションに持ってけるんじゃないかというところで、着実に筋肉を増やしていってるんではないかと思います。カネキンさんといえばやっぱりこのバランスのいい筋肉のつき方とコンディションの持ってき方のうまさ、だいたい出る大会全部ねバリバリに絞ってきているので、まあ普段のねこう YouTube の動画とかでもこの食事の映像とか出してますが、まあ徹底管理されてますよねと、さすがはプロだよねというような感じはね、まあ見てわかると思いますので、今年どこに出るのか、もしねすでに話されてたりとかしたのであればコメント欄にねぜひ、ごめんなさい、教えてもらえればと思いますが、最近はねファルークさんと一緒にトレーニングされて、それも YouTube に上げられてたりとかして、ファルークさんはファルークさんで、まあ非常にねオリンピア出場っていうのが今年かなり期待されてると思うんですが、まあ夏までに体仕上げていきたいなみたいな話をされていたので、もしかしたらまた東京プロ出るんじゃないかなって勝手に予想してます。でカネキンさんに関しても去年ね東京プロに本来は出る予定で調整ずっと進めてたと思います。ただコロナになってしまって出れなかったというところがあったので、今年は東京プロにその出れなかったねところ出るんじゃないかと、出てほしいなと思ってます。でもし出るのであれば、ハトクマプロになってからのカネキンさんのステージを見たことがなくてですね、プロになる前は目の前で、ポーズをとっているカネキンさん見たことはあるんですが、非常に楽しみですと。で、楽しみで言うと、今週末にボストンプロというね、海外のプロ大会がございます。アーノルドクラシックが終わってから1週間後のこの大会ですね。そういうスケジュールになったからか出る選手がものすごく豪華です。メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ボディービルってあるんだけど、まずね、クラシックフィジークとかで言うと、ウルス・カレシンスキーが出てきます。他にも、アーノルドクラシックに出た選手は出るんだけど、ウルス・カレシンスキー、今年のアーノルドは3位に入りました。ね、そういう選手が出てきますので、めちゃくちゃ楽しみです。まあ彼はね、まだオリンピア出れないので、権利持ってないので、ここで優勝してね、権利取っちゃいたいというところが本音なんじゃないかなと思いますが、あとメンズフィジーク、ここもすごいですよ。メンズフィジークはエリン・バンクス、エマニュエル・ハンター、ディオゴ・モンテネグロ、アントワン・ウェザースプーン。この前行われたアーノルド・クラシックメンズフィジークプロの1位から4位までが全員並びます。なので、完全なるリマッチです。で、エマニュエル・ハンターが最近背中のね映像をアップデートしてたんだけど、さらに絞り込んで、その背中のね立体感っていうか、まあ、このメリハリ感っていうか、まあ、そういったところを出してきてるんじゃないかと、彫りの深さを出してきてるんじゃないかということで、これはエリン・バンクスを倒して今度はエマニュエル・ハンターが勝ってオリンピア決める可能性はね高いんじゃないかと思ってます。他にもね、アーノルドに出た選手は出るんだけど、リカルド・クロチとかね、ドレリン・ハントとか。あとはボディービルね、これもめっちゃ豪華です。ジャスティン・ロドリゲス、スティーブ・クークロ、リーガン・グライムス、サムソン・ダウダ、マックス・チャールズ、そしてウィリアム・ボナク。アーノルド・クラシックに出たほとんどの選手が、ここエントリーしました。他にも40、ごめんなさい、年齢忘れた、6とか7歳のフィル・クラハールっていう選手とかも出てきたりするんだけど、まあ、ウィリアム・ボナクがね、まさか出てくると思わないよ。当初はいなかったんですよ、選手リストにね。ただ今回入ってきたということで、まあ非常に楽しみだよね。他の選手は多分ウィリアム・ボナク出てこないと思ってたから、見た瞬間、え、お前出んのマジでって思った人ね、いると思う。ウィリアム・ボナクも去年オリンピア6位ということで、出れませんということなので、まあ優勝しないとね、オリンピア出れないと。ポイントでもまあ出れるんだけど、ウィリアム・ボナククラスだったらまあ優勝して出ようとすると思うので、ここでね、優勝して決めるかどうか。まあ、優勝候補、最有力候補だとは思います。ということで、アーノルドクラシックの1週間後だから、まあ、コンディションある程度いい状態でね、出れるっていうのもあって、こんだけの豪華なメンツが集まるんじゃないかなとは思うので、非常に楽しみです。で、最後、楽しみで言うと、ジェレミー・ブエンディアの弟子、2代目ジェレミー・ブエンディアになるんじゃないかと言われていた、ジョーベン・サガバイン。彼があと3週間後ぐらいの大会に、出るみたいです。こちらの選手2019年ぐらいに結構話題に
なったんですよね。チームブエンディアって言って、ジェレミー・ブエンディアのその、まあ、弟子というか生徒っていうのがかなりの数いたんですよ。IFBB プロから、まあ、プロじゃない選手まで。ザックとかもそうだしね。で、その中の一人がこの IFBB プロのジョーベン・サガバインです。で、彼はまあその、ジェレミーみたいな T シェイプを持っていて、胸のボリュームだったり、肩の丸っこさだったり、筋肉量も非常にある。で、ウエストが細くてね。本当にその体型がジェレミーに似てたんですよ。で、ポージングもジェレミーに直接教わってたので、まあそういったところもあって、二代目ジェレミーになるんじゃないかとかも言われてたと思います。ただこのジョーベンに関しては、2019年にね、クウェートプロかどっかには出ていて、3位とかに入ってるんですけど、ほとんどね大会に出てないんですよ。本来であれば2019年に行われたジャパンプロにもこの人エントリーしてたんですけれども、なんかね出なかったと思うんだよねということで、久々の大会になるんじゃないかなと思いますので、楽しみです。さっき紹介したボストンプロとはね違う大会に出るので、まあどんな選手出てくるかわかりませんが、もちろんオリンピアにはね出たことないので、ジェレミーがもし今年オリンピアに復帰するのであれば、このね弟子対決っていうのも地味に見れるということで非常に楽しみです。まあ、まだまだね、まあ大会もどんどん始まってきましたので、ここからも注目選手っていうのがステージに立つというところ見れると思いますので楽しみでございますということで、最後はね鳩熊の身の上話をしながら終わろうと思いますが、昨日ねちょっと動画を休みまして、というのもコロナワクチンの3回目の接種してきたんですよ。1、2回目終わってて去年ね。で、今回3回目打ったんですけど、まあ、1、2回目もちょっとはね、副反応は出たんですよ。で、3回目はただ、副反応全く出なかった人でも、ものすごい出るみたいな。熱が40度超えてみたいな。熱も1回も出なくて、腕も別にそんなに痛くないぐらいだった人が、3回目はなんか40度の熱が出たりとか、すごいなんか苦しくてみたいな話を聞いてたんで、やばいなっては思ってたんですけど、まあ、打つじゃないですか。で、その日は、正直、まあ、最初腕が痛くて、で、まあ、ちょっとこう、ぼーっとしたりとか、だるいなとか、まあ、いろいろもちろん起きてはきたんですけど、今日ですね、今日、動画休んだ次の日の今日に、まあ、結構出まして、まあ、熱もね、ちょっと出てきて、で、あとは、体のね、ピリピリ感っていうのが一番やばかったです。これ、同じ経験した人いたら、コメント欄にぜひ書いてもらえればと思うんですが、もう、頭のてっぺんから、足の先まで、特にこの背面、裏側が、すんげえピリピリするんですよ。なんかその皮膚がむけてさ、すごい敏感になってる状態みたいな感じで、なんかそのさ、敏感つってもその気持ちいい方じゃなくて嫌な方ね、痛い方、めっちゃチク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 して、寝てる時とかも打たれた腕は、まあ、単純に痛いんだけど、もうね、なんか何回も目覚めちゃうみたいな。で、普通にテレビ見てたりとか生活してても、もうものすごいピリピリするから服とかがなんかちょっとこう当たって動いても痛いんですよ。もうそれがね、本当にしんどかった。まあ、頭痛とかも普通にあったし、その辺も嫌だったけど、このね、体のピリピリ感、この神経痛みたいな、本当手の先とかもそうなっちゃって、あと、喉もね、そうなったんですよ。鳩熊の場合。だから、水飲んでも、イオンウォーターとかさ、飲もうと思って飲んでも、食べ物食べても、すごいピリピリするの。飲み込んだ時に。それがね、もうめっちゃ不快感で、食べるの好きだし、食欲はあるから食べるけど、それに、毎回痛みが伴うみたいな感じでしたと。今だいぶね良くなってきたんで、まあ、今日動画撮ったりはしてるんですが、これからね3回目打つっていう方もまだまだいらっしゃると思うので、皆さん気をつけてください。3回目はね意外と厄介だったなって思いました。まあ本当にねひどいことにならなくてよかったなっていうのは良かったなって思うし、まあ打ってね悪いことはないと思うんで打って良かったなとは思いますが、なんか4回目とかもさあるのかな。4回目とかどうなんだろうって。どん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 ひどくなるんだったら、そのうちやばい50度とか出ちゃうんじゃないねっつとかね。まあ、そんなことはないと思いますが、ということで、まあ、最後はね、ちょっと関係ない鳩熊の話でしたが、ワクチン大変だったなって思ったんで、動画の中でね、せっかくなので話してみましたということで、今日の動画はここで終わりです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。良ければ高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。